皆さんこんばんは。うちのアタックチャンネルです。こちらはクリスマスシーズンの博多駅前ですが、今回は次戦ローカル戦制覇の旅第15弾として博多南線をご紹介いたします。まずは博多南線の概要について説明いたします。博多駅と福岡県春日市にある博多南駅を結ぶ全長約 8.5km、 全部で2駅の路線となっております。博多南駅って福岡市博多区にないんですよね。博多南線は在来線なのですが、新幹線と同じ券売機で切符を買うことになっております。その理由については後々わかります。博多南線は新幹線ホームの16番線から発車いたします。博多南線、お伝えした通り在来線なのですが、新幹線の車両が使われております。一体どういうことなのかとお話をいたしますと、もともと博多南線は新幹線が車庫と行き来するための線路、いわゆる回送線でした。しかし1975年に博多南駅周辺は福岡市中心部へのアクセスがバスで1時間と悪く、地元の住民の方々から回送線に乗せてほしいと要望があって開業したそうです。やってきたのはハローキティラッピングの500系新幹線となっております。これは狙ったとかではなく偶然やってきました。せっかくなので車内をご紹介いたします。1号車はいろいろな地域の魅力と触れ合える特別な展示スペースとのことですが、営業は新大阪から博多の区間までのようで、この時は何も営業していない感じでした。ドアにもハローキティのラッピングがされております。座席のヘッドカバーにもハローキティが描かれております。床はピンク色をベースにハローキティやリボンが主に描かれております。そしてカーテンにもハローキティが描かれております。そして窓の上にもハローキティの絵やハローキティ新幹線という文字が描かれております。で、背面テーブルにもハローキティ新幹線という文字とリボンが描かれております。
と客室を結ぶドアもリボンのラッピングがされており、荷物棚の付近には大きめのキティがおります。博多南駅は線路1本のホーム1つの構造となっており、一部のホームはかなり狭くなっております。改札の付近は結構こじんまりとした感じになっております。改札から先に進むと広場があります。でこちらは博多南駅の時刻表となっております。朝のラッシュ時は10分から20分おきくらいとなっており、日中と夜はおおむね1時間に1本となっております。せっかくなので帰りの様子も撮ります。帰りに乗ったのは700系という500系よりも新しい新幹線となっております。この列車、確か本当は岡山行きか新大阪行きだったのですが、博多南駅の時点では博多行きの表示しかしないようです。で車内の様子です。座席は3対2となっております。
というわけでここまで博多南線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。新幹線といえば料金は1万円以上、安くても4桁台のお値段になりがちかと思いますが、博多南線は往復合わせて660円で乗ることができますので、機会があればぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。